2011年カナダ連邦議会選挙は、北米に位置するカナダの立法府である庶民院を構成する議員を選出するため行われた選挙で、2011年5月2日に投票が行われたものである。3月25日、庶民院にて内閣不信任案が可決されたことを受けて行われた。現ハーパー政権与党であるカナダ保守党が過半数を確保できるかどうかが焦点となった。選挙は接戦となったが、保守党が2006年以来、初めて過半数を確保した。国外に5年以上続けて居住し、選挙権を有する者で、かつ、カナダに戻る意思のある、者国内に居住しているものの、遠隔地に住んでおり、投票所が遠いなどの事情があって投票日に、投票所に行けない者カナダ国外に、旅行や商用などで滞在中の者、ハーパー政権与党である保守党の得票率は前回。選挙比で 2% 弱の伸びに止まったが308議席中166議席を獲得。この結果、庶民院において2006年以来続いてきた少数、与党の状態を解消することができた。投票率は過去最低となった前回選挙をやや上回り 61.4% となった。選挙前から支持率を伸ばしてきた社会民主主義系の新民主党は、ケベック州を中心に支持を伸ばして、過去最高となる 31% 弱の得票を得て、選挙前の議席を大きく上回る103議席を獲得、自由党を抜いて、初めて野党第一党となった。一方、1867年の連邦成立以来、一貫して与党もしくは最大野党の立場を維持し続けてきた自由党は、得票率 11% 弱。議席数34と過去最低の結果となり、第3党に転落した。また、ケベック州の分離独立を主張する地域政党であるケベック連合も、同地域における新民主党躍進の煽りを受けて、議席数を選挙前の47から4に減らして惨敗し、庶民院における公認政党の地位を喪失した。環境保護政党である緑の党は党首である。エリザベス・メイがブリティッシュコロンビア州で当選し、同党として選挙における初議席を獲得した。女性当選者は庶民院で過去最多となる76名が当選した。ありがとうございます。